まず、それについてどう思いますかそうですね、やっぱりこう、力というか、うん、そういったところはやっぱり少なく、まあ減ってきてしまうっていうところあるんで、まあ、なんか課題だなみたいなのは、ぼやっと感じてます。えっと、失礼ですけど、ちょっとご年齢とか聞いても大丈夫ですか今、28歳です。28歳。欲しいと思いますか、それとも、自分の人生にはあんまり別にって感じですかあ、あ、欲ししいい。ですす。すね。すそれれははももう、奥ささんとも話してまま結婚 えっと周りの友達も同じぐらいの年代の方たちで、うん、あの子供欲しいっていう方が多いですかそれともいらないっていう方が多いですかああでも欲しいけどやっぱり1人とか多くて2人ぐらいっていうのはやっぱ周りでは一番多いパターンかなって感じですか、ねうん、どうして日本人は子供を産むのを産むのが少なくなってきてると思いますか個人的には、うん、まあ、コロナのこととかもあったりとか。 なんかその家族っていう視点より自分に視点が向くなんかそういう機会が多かったのかなみたいなのは一人でもいいんじゃないかみたいな,なんかそういう気持ちだったりとかあるんじゃななないいいかかみたいなのは思いますかね人口減ってきてるその解決策の一つとして外国人を誘致してるし多分今国としてもえと雇用する外国人の数が年々めちゃめちゃ増えてきてると思うんですよ住んでる外国人が。それについてはどう思いますか すごくいいことだなっていいう,うに僕は思いますか,、ね、だから僕はちょうど昨日までカンボジアに行ってたんですけどあ、えー、そう言ってたんですけどやっぱりその何だろうななんか日本の高度経済成長期みたいななんかそういう活気みたいなものがやっぱりある人にエネルギーがあるみたいなのはすごくやっぱ感じるとこあったんで。 なんかそう日本だけじゃなくてなんか海外の方とかにも手を借りたり彼らのエネルギーみたいなものをどんどんこう吸収して、うん、なんかあまり日本日本ってこう区切らない方がいいんじゃないかなみたいなのは個人的には思ってます。えっと増えてくることに対して反対している人とか賛成している人とかは、うん、日本人の全体の意見としてはどっちが多いと思いますか。えどうですかねまあでもやっぱりねその出生率の話にとってもやっぱ。 高齢の方が多いと思うんで、そういう方からすると、やっぱりちょっとこう保守的なのかなみたいなのは。あんまりやっぱ受け入れたくないっていうのは、イメージですけどね。うん、<laughs> あるのかなっていうのは、やっぱすごく感じるかな。なるほど。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ご年齢と聞いても大丈夫ですか。はい。あ、二十一、二十一。二十一。はい。結婚とかって将来、まあ、今じゃなくても、将来してみたいと思いますか。え、一回はしてみたいけど、うん、しない、できないっていうか、しないならしなくてもいい。うん。間違いない。 自分子供欲しいんですけど、まあ、結婚は別にいいかなみたいななるほど、うん、えっと、子供は欲しいですかいや、欲しくない <laughs> 逆で、うん、結婚しても子供は欲しくないああなるほど自分のしたいことをしてる気がする、私はなるほど、うん、なんか、日本って今、人口が減ってきてて子供持たない、ってことは子供を持たない人が多いってことじゃないですかどうしてだと思いますか日本人が子供を産まなくなってきてるのはええー、なんでだろうね<ん>まあ、仕事に支障みたいな感じじゃないですか、あ<ー>じゃぱ 日本人は結構子供を産むの前に仕事が先にある人が多い、うん、仕事とかお金とかそう関係しそう一番お金ない,ないから産んでもみたいな<ー>育てられないしなみたいな感じが多そうじゃん、えー、今ってなんかいろんな娯楽とかあったりとか結婚しなくてもいいっていう選択肢が結構なんかあのー、マジョリティにもなってきてて昔だったら子供を産んで家庭を持つっていうのが一つの幸せだったじゃないですかそれはなんか変わってきてると思いますかその日本は、うん ドラマとかもねんか結婚しなくていいみたいな感じのドラマとかあるじゃんあそれがあるけなんかあれな気がするなるほど結婚しなくてもいいやみたいなえっと、それって東京の人が特にそうと思いますか東京の人の考え方とやっぱり地方は違う、地方はすることないからそうだねすることないからとりあえず出会って結婚みたいなでもさ東京にもね私らも上京してきてすることありすぎて。 なんか,か、うん、そんな暇ない。はいうん、なるほど、確かに確かにありがとうございます。ありがとうございます。えっと日本って出生率が低くなってきているじゃないですか。この問題についてどう思いますか。いやこれはね、あの日本のあの抱える一番大きなあの問題だと僕僕は思いますね。あの女性の負担がねこの国は本当に多いと思いますよ。あの僕はアメリカに15年住んでましたし、ドイツも3年ぐらいいましたけども。 あのやっぱり女性たちが外に出て働くのが当たり前の,あの社会がもう続いてるわけですよね。それであの日本の場合にはそういう状況になったのはおそらく10年とか20年とかになってきてで女性もあの独立あのだけどもやっぱりそうは言っても他の国ほ他の国に比べるとまだあの女性が働く社会になってない。どういうういことかっていうとか女性がです、ね、家を持,つ持ったら その家事の負担とかあの子供たちの、ね、面倒を見る負担だとかは他の国に比べたらもう圧倒的に多いでそうするとですねあの結婚したくないねということに当然なってくる自分たちが育ってた環境もあるんですよ要するに海外の子供たちっていうのはあの家の仕事をするっていうのが当たり前で育ってるわけですね男,<も>男の子も女の子も女、うん、例えば 男の子たち日本の男の子たちは多分お母さんのお手伝いをすることもほとんどないだろうし家事についてね家事をどうやってやっていくかっていうのは知らないと思うんだけどそうですね僕自身も父親が家事していることは多分1回も見たことないですね生まれてから、うん、これからどんどん、あのー、中国に続いてインドがねどんどん伸びるしその中で日本がね V 字回復してどんどん伸びていくということはない。 やっぱりあの静かに少しずつ縮小していく経済だと思いますけど、じゃあそれが不幸なのかっていう問題ですよね。えっと、うん、まあ一つの解決策として外国人を誘致しているし、多分今してて、と年々日本に住む外国人、旅行じゃなくて住む外国人が増えてきてるじゃないですか。それについてはどう思いますか。賛成ですか。反対ですか。必然的にそうならざるを得ない。もうやっぱり強制できる社会の仕組みを作っていかないと、いけないと思いますよ。例えば。 そういう人たちが来てね、アメリカの学校、は ESL 教室スのがあって、外人が来ると、そこの、まあ、英語はあんまり喋れないよって、子どもたちを、そこで、あの、英語を習わせるという、仕組みがあるんですね。じゃ、日本の学校にそういうのがあるのか、と日本語をしゃべ,る、ね、しゃべれない国、国ほとんどの国はそうだけど、あの、ちゃんと教育をする仕組みがねできてんのか、えー、だから日本だって、当然それが必要なんですよね。What do you think is the most different things when it comes to Japanese people and American people? Uh, U.S. people try to make friends to expand his or her relations to the people so it means they like party or right. always try to expand socializing, ja yeah. socializing yeah. yeah and Japanese people try to make the group tighter they have some tendency to make always group among the Japanese True. Among the people True. I think that, that area is ナッソグッド、グッドポイント、インターナショナル。ありがとうございます。年齢先に聞いても大丈夫ですか。はい、今年二十四歳になりました。<歳>はい、将来、子供は欲しいですか。子供は欲しいです。どうして、日本は、今少子化が問題になっていると思いますか。どうして、人口が減ってきていると思いますか。女性が、なんか手に職持って、なんか。 独立っていうか、自立して生活できる社会がなんか根付いてるのと、あとは何だろう。人口が減ってきているのに対して、まあ、それで経済も落ちているじゃないですか。それの解決策として、外国人を誘致していっぱい進んでもらうっていうのがあると思うんですけど、メリット、デメリット両方あると思うんですけど、それについてはどう思いますか？ええ、私は全然メリットだ。なんかいいと思います。そうですね。やっぱり若い働き手が日本少ないので、海外の方来てもらって。 でなんかなって私は思います外国人、まあ、住むこれから多分5年10年20年とか多分めちゃめちゃ増えてくると思うんですけどその人たちに気をつけてほしいこととかその人たちにしてほしくないことはありますか日本でそうですねやっぱ日本人ってすごいマナーがある人種だなって思います。例えば電車割り好まないとか なんかそういうマナーとかはなんか日本人に合わせてもらいたいなとは思います。電車とか乗っててもなんか妊婦さんにかあの席変わってあげる海外の方とか見てなんかすごい優しいなって思います。確かに日本人あんまりそういうのしないですよね。自分から積極的に優しい行動をするのはあんまりないですよね。日本人は。ないと思います。<laughs> じゃあありがとうございます。はい、日本って今人口が落ちあの減ってきてるじゃないですか。うん。 それについてどう思いますか、まず、あの原因とか、どうしてとか。いや、セックスしないから。なんでセックスしないから。セックスしないから、なんか、その日本では性に奔放なこと恥ずかしいと思われる傾向があるんで。うん、なんか、子供を持つと、やっぱり経済的な負担がかかるから、なんか持ちたくないという人は結構増えていると思います。うん、なので。日本人の夫婦とかも、なんか、いや、ちょっと子供は、もう三人友情はきついよみたいな人は、結構リアルにあると思うんで。多分、欧米に比べて、あの。 セクションよとお金がない、経済的理由かなと思います。でも不倫はよくある国です。<laughs> <laughs> <laughs> 不倫はめっちゃよくある国なんで <laughs>。それは個人的な経験から言ってますか。<laughs> 個人的な経験。これはで、ね、報じられてるね、現実的なあるとして。日本人はこっそりは好きだけど。僕はそだけありますけど。まあ、あの、そういう国なんで、まあ、そういう国、まあ、エッチは、まあ、エロい国は好きだけど、経済的な理由が多いんで。人口減少は、まあ、止まらないんじゃないですかね。なるほど。そうそうそう。あの、物価はどんどん上がってるけど。 その賃金上がってないじゃないですか。はい、で、働く時間も長いし、やっぱり、もう。そのシンプルに、みんな、子供を養っていくだけの、経済的余裕がないと思うんですよね。個人的な意見はどうですか。自分は将来子供を持ちたい、持ちたいかとか、うん、とかっていう。ああ、あんまり水にめちゃくちゃ申したくはない<ー>、<laughs> かなっていう、なんか。仕事と家庭のバランスのが。 まあちょっとディフィカルトそうだなっていうのとでもまあ40になる前にはやっぱ欲しいですけどでもやっぱり40ってことは結構多分他の国に比べたら遅いじゃないですか日本人って結婚するの遅いと思いますか他の国に比べて遅い気がしますねなんか安定志向となんかあんまりギャンブルしないからなんか早く結婚して離婚とかというよりはもうまずもう周りの様子を伺って 経済的余裕持ってとか会社での立場とかそういうのを蓄えてからとかなんかセキュリティなんかセーフティーを作ってから動こうとするからやっぱなんか30今普通に30超えてから結婚とか当たり前30そうアラフォーになってもまあまあまあ男一人でもそんなにっていう国だからあんまりそう遅くても違和感ないですね。なるほどこれの解決策はあると思いますか人口減少の。<laughs> セックスしたら100万円使え <laughs> <laughs> ないとして <laughs> 子供産んだら政府がやろうとしてるのは子供を産んだらなんか家庭につきいくらいくらみたいなのをしてるけどよく Twitter と,とかニュースに流れてくるのはいやいやこ,れこんなぐらいのお金じゃどうにもこうにも変わんねえよっていうのはよく見るんで、うん、ちょっとしたらなんか外国人をたくさん増やすしかないかもしれない <laughs>。なるほど、うん、未来は 続いていいてくと思いますうんなんか在,そう在日外国人も増えてきたからトータルの人数は変わらないかもしれないけど中身が日本人のやっぱ割合っていうのは少しずつこうシュリンキング、うん、<laughs> してくんじゃないかなと思います海外志向の人も多いんで、うん、最近もうその海外の良さに気づいて日本からちょっとずつ脱出していく日本人多いじゃないですか海外住んでたんですよね海外住んでましたオランダとポーランドに住んでました okay thank you for watching so far how was it that was interesting as a japanese person who's also worried about japan's future this is actually a huge problem i think japanese government will accept more foreigners uh, from now on, like in five years, 10 years, 20 years, there's no way to save this country anymore, I think. It's kind of a little bit weird. The country you want to go to, you want to live in, is shrinking, dying. I'm so sorry, but like this is the truth, I think. If you're Japanese, please leave the comment about this topic. And if you're non Japanese, please leave the comment about things that you're worried about Japan, except this topic. Okay, anyway, thank you for watching. If you like this video, click the like button, please subscribe to my channel. If there's anything you want me to ask people in Japan, please leave it a comment too. See you next time.